川崎市川崎区にある川崎市立川崎高等学校は平成26年4月付属中学校と定時制中間部を開設しました。それに合わせ古くなった校舎を建て替え平成26年7月に新校舎を完成しました。本校は明治44年10月6日に川崎町立女子高等技芸補習学校として創立され、今年で創立104年目を迎える川崎市内の公立高校では最も長い歴史と伝統を誇る学校です。旧校舎の老朽化に伴い平成24年3月に旧校舎を取り壊し、新校舎建設に取り掛かりました。設計を担当されたあずさ設計の長池様にお話を伺いました。今回の学校は中学校と高校が一貫校になっているということ、それから全日制と定時制が入っているんですね。その定時制も昼間と夜間がある。でさらに学科も普通科と、それから専門学科、専門学科もですね、生活科学科とそれから福祉科ですね。非常にそのいろんな要素が一つの建物に入るということでですね、そういうものが相互にうまく連携できるようなことを考えなきゃいけないということで、各機能をうまくつないでいこうと。で7階建てというと普通なかなかね、階段で上り下りするにはちょっとしんどいですよね。で来るとみんなというか2階に上がってしまう。それから一番上の7階はプールです。これも通常はなかなか行かない場所ですね。結局日常的に生徒が動くのは2、3、4、5階、4フロアだけなんですね。7階建てなんだけれども、日常的には4階建ての校舎と同じような条件で生活をしてもらおうと。中学 1,2 年生の各教室にはロッカースペースが付属しています。床は PC 床板といって、工場で作ったコンクリート板を並べています。内部を二重構造にし、配管やダクトの設備を通し、設備工事は床を剥がして行います。 PC 床板を使うことで天井を高くすることができました。3階にあるランチスペースは高校生たちの憩いの場です。生徒たちは昼食時間にお弁当を持って集まります。4階には500人を収容できる講堂があります。平成27年8月付属中学校の開校記念式典がここで行われました。高2・高3ゾーンには理系の教科教室が並びます。生徒たちはホームベースから各教科の教室へ移動して授業を受けます。各教科教室のそばに教員ステーションとメディアスペースが並びます。生徒と教員がコミュニケーションを図り、情報を共有できる空間になっています。5階屋上と体育館屋上は同じレベルに作られています。体育館屋上にはネットが張られ、テニスやフットサルのコートになっています。
災害時、学校は地域住民の避難場所になります。そのため体育館は通常建物の 1.5 倍、教室は 1.25 倍の強度で設計され、地震に強い建物になっています。災害時には太陽光発電で電気を賄い、トイレの洗浄水は屋上プールの水を使うことができます。まあ、先だってね、開校記念式典を行いました。やっぱり自分たちはこの学校の1期生だっていう思いと、それから2期生を大事にしたいっていう思いがすごくあって、それが相まじわって、まあ、すごいいい式典を行ってくれました。本当にそういう面ではどんどん成長してる。自分をこういうことやりたいっていうのが、まあ、先生方の指導と子どもの思いとが合わさってるっていうふうに思っています。だからもっともっといい学校にできるんじゃないかなっていうふうには考えてはいます。川崎高等学校は100年を超える歴史をつないできました。平成26年度に附属中学校を開校し、中高一貫校として出発です。新校舎も完成し、これから未来の100年に向けて新たな歴史をつないでいきます。川崎区役所田島支所は昭和27年7月25日に設置され、現在の建物は昭和50年3月に竣工しています。田島支所はミニ区役所として、保健所を除いた身近な行政の窓口となっています。1階には戸籍や住民票を扱う窓口、国民健康保険や年金の窓口、介護や子育ての窓口があります。市税証明書等の発行も行っています。2階には生活保護を担当する福祉事務所があります。3階には庁舎を管理する庶務や町内会等の地域活動を支援する係があります。会議室は第1、第2、第3の3つがあります。市民活動コーナーは、市内で活動する各種団体が事前に登録し利用することができます。支所長に伺いました。簡単に言うとミニ区役所みたいなものでですね、市民の方が生活していく上で役所に行くという意味では、田島支所に来ていただければほぼほとんどの仕事をやっているということになります。